この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。この時間は FC 東京対アルビレックス新潟、こちらをご覧いただきます。コンディションですが現在は曇っているんですが、先ほどまでは雨がぱらついていました。このゲームは 4-3-3 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん、そうですね、まあ、どこからでも攻撃の起点を作れるということですよね、はい、やっぱりサイドバックもしっかり相手のサイドバックもマークをしないといけなくなる、そこにドリブルとかやっぱり上手い選手がそこに配置されているので、はい、まあ、サイドからセンターから起点を作って得点の機会を作りたいということですよね。かなり積極的な布陣と見てもいいんでしょうか。まあ、どちらかというと攻撃的な布陣になってますよね、はい、でそこからどういうふうにその攻守のバランスを取っていくのか、どういうふうにこれはゲームを見ていけばいいんでしょうか。まあ、4-3-3の中盤の3ですよ ね、このインテリオールがやはり中盤、そしてまたディフェンスとのつなぎ役目になれるので、うん、その機能しないとそのフリーラインということは保てなくなりますから、はい、中盤が大事になりますよね。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。 FC 東京対アルビレックス新潟、まずは自分たちのペースに持っていくことがこの入りは大事ですよね、はい、そのためにはできるだけ相手のエリアにいる時間を、これいいでしょ、これはどうだ、ボールが上がる、出ていく、触る、いやディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。十分カット、もういい形ですよ、裏を狙っていきます、来た、シュート、いやーこう縦に長いボール、ここは通しません。さあカウンターのチャンスになります。秋山、もうこれいいですよ、セーフ、先制アルビレックス、いやいや今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いやもらい方良かったですよね、しっかり相手キーパーの動きが見える位置にパスを要求し、シビアなタイミングで受けた割には冷静でしたからね。全体的に相手の守備も対応遅れましたし、ラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じでしょうね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはさあ新潟、今日先制はこの早い時間でした。いや目が覚める一発になりましたよね、うん、これでさらに主導権が握りやすくなりましたし ねこのまま流れに乗ればいいですけどね。しかしいい時間帯ですよね、はい、相手の出方がどう来るか注目ですね。ふわっとしたボール、このボールはカットされます。島田、ここは一旦バックパス、サイドを使います。FC 東京としてはここで傷口をこれ以上広げないことですよね。まだ前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でもないですからね。縦へ送る、さあつながるか、トップで収まればねシュートまで行けた攻撃でしたけどね。トーマス、チャレンジはしません、後ろに流す、島田、さあ左へ預けて裏のスペースを狙う、スルーパスを出す、新潟ここでファウルをもらいます。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。注意に終わります。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。今大事な時間帯ですよね。もう少しゲームを動かすならハードなプレッシャーをかけていった方がいいですけどね。それからシュートで終わるイメージを持ちたいところですよね。フリーキックのチャンス、追加点のチャンス、直接フリーキック止めます。ナイスセーブ、いい反応を見せましたよね。キーパーキックも悪くなかったと思いますけども、キーパーの方が一枚上手でしたね。裏のスペースを狙う、どうだ、これは惜しい、スルーパスからのチャンスでしたが、これは決まりませんでした。キーパーからのロングフィード、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。新潟、これは奪い返します。堀米、スルーパスを狙う、いいボールだ、さあ来たか、緩いボール、ここでいいでしょ、勝負なし、上がる、来た、シュート、
FC 東京完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。ここは合わせてきましたが、ものにすることができません。いつの間にか中に2枚3枚入ってきましたよね。なとりませんね。キーパーから前線へ、ルーズになる、ロングフィードで狙う、シュート、シュート、いやファインセーブです。いやいい反応ですよね。ファインセーブですよね。これはこの難しいボールによく触りました。コーナーキックのチャンスになります。ディエゴ・オリベイラ、ヘディングでした。ディエゴ・オリベイラ、今のチャンスをものにすることができませんでした。ここで受けてパスをつなぎます。長いボール縦に入れます。おー、いい形じゃないですか。さあどうする、ミドル、ミドルシュートに行きました。中川、ここで長いホイッスル、前半終了です。前半から得点が動いています。 FC 東京先制点を与えたまま前半を終えました。全体的に見るとそれほど悪い前半ではなかったんですけど、一瞬の隙を突かれて失点してしまいましたね。後半はわずかなスペースを見逃さないようにして、そこを狙っていくような形になると思いますね。 FC 東京対アルビレックス新潟、ではこの後も試合をお楽しみください。さあ後半スタートです。 FC 東京としては早めにペースを掴んでいくためにも、この立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね。そうですね。なってましたよ。お前ミドル、ここから狙っていきました。まあ積極的でいいですよね。どんどんこうやって打っていけばゴール前何か起こるかもしれませんからね。コーナーキックのチャンスになります。このコーナーはどうだ。おー、ショートですね。サイドを使います。いけるか、どうだ。さあどこに出してくる。秋山、ミドル、これはクリア、サイドへ、いいプレッシャー、プレスからボールがこぼれる。ここでファウルがありました。今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいでしょうね。どんなボールを選択するのか。もう一度セットプレーのチャンスになります。届きません。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。今大事な時間帯ですよね。もう少しゲームを動かすならハードなプレッシャーをかけていった方がいいですけどね。ジエゴ・オリベイラ、ボール入るか、裏へ抜けた、もうこれいいでしょ、シュート、触れた。いやー、キーパー素晴らしいですね。いい仕事しましたよね。島田、長いボールを送ります。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。さあどうする、サイドチェンジ、いい展開ですね。さあ来たか、お、いい形じゃないですか。さあどうだ、一旦前を取る、いいプレッシャー。新潟としては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど、これは相手に近すぎると裏に走られた時追いつけないという認識でどうでしょう、いいんでしょうか。そうなんですよね。スピードのある選手に、これはどうだ、シュート、ルーズボールになる、まだある、おっと、どうだ、もうこれいいでしょ。FC 東京、ここクリアで難を逃れます。プレスからボールがこぼれる、パスをつなぎます。島田、
ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。 FC 東京としては今大事な時間帯ですよね。もう少しゲームを動かすならハードなプレッシャーをかけていった方がいいですけどね。それからシュートで終わるイメージを持ちたいところですよね。 FC 東京、ここでベンチに動きがあります。小泉、また中央へ、長友へ、スペースを狙う。おー、いい形じゃないですか。ここで受けてクロスを入れる。堀米、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。フリーで受ける、ミドル。うわー、まだる。長友、もう一つ前に行きたい。撫でるようなボールタッチ、中央へ。ここは通しません。このまま終われるかっていうような、ね、攻撃でしたけどもね。こうふわっと裏を狙う。もうこれいいでしょ。さあどうだ、これ仕掛けるか。シュート FC 東京。うわ、この時間で追いつくことに成功しました。ディエゴ・オリベイラ、北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。そうですね、これはシュート前のパスが決定的だったんじゃないですかね。出してと受けてのタイミングがバッチリでしたからね。相手のディフェンダーは一歩対応が遅れましたよね。パスを受ける方もしっかりキーパーの位置を見ていたのでこういうゴールが生まれましたよね。今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。いや、気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね。今のは新潟はここで選手を変えます。今日のゲーム、この耐えがさらに出てきました。精神的には追いついた側の方が若干有利でしょうかね、はい、まあどちらにしても体力的にはきつい時間帯なんで、あとはもう気持ちですよね、はい、手元の時計3分を切っている状況。ここで受けて、ここでいいですよ。来たか、クリア。このピンチをなんとか出します。秋山、もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。新潟さん、オーノー、触る。いやいや、北澤さん、これナイスセーブでしたね。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。ディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。このコーナーはどうだ、短く出す。さあ来たか、どうだ。ここ拾って次につなげた FC 東京。ここで笛です。1対1、同点のまま試合を終えました。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。 FC 東京としては後半でしっかり追いつきましたね。負けているという状況でも慌てずに自分たちをうまくコントロールできたという結果ですから、これは今後に向けて大きな励みになりますよね。はい、そうですね。そろそろお別れの時間となります。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。1点ずつ入れ合って1対1、引き分けに終わっています。